昭和50年御用始めの1月4日新年祝賀会が防衛庁大会議室で催された。坂田防衛庁長官は全自衛隊員に対して、総需要抑制のもとにあっても防衛力の整備充実を地道に行わなければならないと放送した。毎年雪上成人式をしている旭川駐屯地は、今年も1月9日春光台演習場で成人隊員91人の門出を隊員たちとその家族600人が祝った。式典の後、成人者が滑りながら選挙権を意味する投票箱に投票し、太鼓の鳴り響く中をゴールイン、拍手に迎えられて大人の仲間入りをした。また成人の日の15日、陸上自衛隊札幌駐屯地では恒例の成人式記念雪中ラグビーが行われた。試合は果敢なトライの応酬合戦となり、氷点下4度の寒中にユニフォームを汗まみれにしての熱戦が繰り広げられた。試合が終わって成人を迎えた選手を胴上げ、甘酒の乾杯で仲間入りを祝った。北海道冬の風物詩、雪と氷の祭典が今年も華やかに催された。第26回札幌雪まつりは2月1日から5日まで行われ、今年も真駒内駐屯各部隊と北部方面通信軍が主力となって支援した。夢開く雪と氷の世界の広場をキャッチフレーズに制作を競った中で、自衛隊は雪像13基を完成させ、雪国のファンタジアを見事に演出し、内外の観客を感嘆させた。第30回国民体育大会冬季スキー競技会は2月16日から4日間富良野市北の峰スキー場で行われた。自衛隊上富良野駐屯地はこの冬季国体を全面的に支援、隊員1万車両800を投入して裏方として大会を成功させた。厳しい寒さと困難に打ち勝った作業の完成は素晴らしさとアイデアに優れ、選手をはじめ関係者を感嘆させた。また第30回国民体育大会冬季大会スケート競技会は2月5日から8日まで山梨県富士吉田市において常陸宮殿下をお迎えして行われた。大会は富士急ハイランド総合スケートセンター、川口湖富士スバルランド森林公園の2カ所に分けて行われ、全国から2500人の選手らが参加した。陸上自衛隊から第1師団がこの2会場の整備降雪時の除雪などの支援に当たった。第24回全国高校スキー大会は2月9日から13日までの5日間、北海道名寄市日清ピカシリスキー場で開催され、名寄駐屯部隊は全面的に支援した。我が国で2回目のワールドカップアルペンスキー大会が2月21日から23日まで新潟県苗場スキー場において開催された。世界各国の一流選手が競う大会を成功させようと、自衛隊は通信、輸送、救護など多方面にわたっての強力な支援活動を展開した。
北部方面隊の49年度冬季戦技競技会が2月6、7の両日、島松演習場と真駒内射撃場の2カ所で行われた。この競技会には各部隊の代表選手のほかに東北方面隊および海上自衛隊大湊地方隊からの特別参加選手も加わり、1500名の選手たちが部隊の名誉にかけて火花を散らした。また今年は初めて婦人自衛官34名が参加、全員が見事完走して大いに気を吐いた。競技は白銀の原野に繰り広げられ、多くの成果を上げ熱戦の幕を閉じた。2月17日から19日にかけ、北部方面隊冬季連隊戦闘団演習が釧路駐屯地と八臼別演習場で行われた。演習は第27普通科連隊を主力とする部隊と対抗部隊との間で戦闘行動が開始された。戦闘行動は行動不能な地形などを克服して行われ、ヘリボン作戦、奇襲行動などを織り交ぜ、3日間の演習は無事に終了した。防衛大学校の49年度卒業式が3月21日、三木総理大臣をはじめ坂田防衛庁長官、内外の来賓多数が列席して行われた。晴れの卒業式を迎えた第19期本科生446名と第12期理工研究科生64名は、防衛の責任を担う使命の重大さを心に明記して巣立っていった。桜の花開く4月5日、本科23期生497名、理工学研究科生81名の入校式が行われた。真新しい制服に身を正した入校生は、田辺政務次官の諸君はまず国防の意義について理解を深め、豊かな人間性を寛容し、幹部自衛官の使命を自覚せよとの訓示と来賓の祝辞に迎えられて式を終えた。また4月7日には厳しい競争の難関を突破して防衛医科大学校に合格した第2期生83名の晴れの入校式が、坂田防衛庁長官を迎えた入間基地講堂において第1期生たちの見守る中で行われた。緑の木々に囲まれた航空自衛隊熊谷基地では、4月1日、初の空装婦人自衛官15名が、制服姿も凛々しく入隊式を行った。2年がかりで完成した防衛研修所の新庁舎落成披露式が4月26日に官房長をはじめ多数の来賓を迎えて行われた。新庁舎の床面積はおよそ3700平方メートル。エレベーター、冷暖房の設備が整った4階建てで、1階には印刷写真室、機械室などが設けられている。4月20日の朝、第16次南極観測支援を終えた砕氷艦富士は
森田艦長以下182名の乗組員を乗せて東京晴海ふ頭に帰国した。出迎えた鮫島海上幕僚長は南極焼けした元気な乗組員に表情不良の厳しい訓練に耐え見事な成果を上げご苦労だったとねぎらった。海上自衛隊各航空部隊から P2J6 機、P2V7 2機による計8機、人員106名によるハワイ派遣訓練が11月3日から同30日まで実施された。訓練は主として対潜訓練、整地離着陸訓練などが行われた。大型対潜哨戒機によるハワイ派遣訓練は今年で10回目である。潜水艦ハワイ派遣訓練としてイソシオが10月9日ハワイに向け呉港を出港した。ハワイ派遣訓練は10月29日から12月4日までパールハーバーで対潜評価訓練や個人の潜水艦脱出訓練などを実施、12月22日帰国した。潜水艦のハワイ派遣訓練は今年で13回目である。セブリ山の固定三次元レーダーが6月23日から運用を開始した。セブリ山レーダーサイトのレーダーは大滝根山、東別、輪島サイトに続いて固定三次元レーダーに換装されたものである。8月29、30日の2日間にわたって救難実験艇の性能確認試験が和歌山県由良沖で行われた。この実験艇は救難艇を作るための実験で、潜水艦が沈没した場合に潜水艦のハッチにドッキングして乗組員を安全に救助するのを目的としている。6月27日、チリ海軍練習艦エスメラルダが士官候補生120名を乗せて東京晴海ふ頭に着いた。エスメラルダの日本訪問は5回目で、今回は遠洋実習航海と沖縄海洋博に参加するための来日である。6日間の停泊滞在中に乗組員の一行は自衛隊をはじめ関係者などとさまざまな交歓会や行事を行い、親善施設の役目を果たし、7月2日、次の寄港地、韓国に向け出港した。7月13日から3日間、北海道屈斜路湖畔において、第13回伝道連呼び合う小玉集会のキャンプ大会が、参加者1000名を集めて開かれ、陸上自衛隊第5師団が支援した。大会での天幕設営、給水などの円滑な運営に尽くした支援隊の努力は、参加した組合員たちの自衛隊に対する理解と信頼を深めた。8月6日、東北地方を襲った集中豪雨は各地に甚大なる被害をもたらした。ことに山形県真室川地区は堤防決壊による家屋流出、死者などの被害が続出した。陸上自衛隊第6師団は直ちに全力を挙げて救援部隊を派遣、目覚ましい救援活動を展開した。また8月7日台風5号は本土直撃台風となって四国を襲い荒れ狂った。多大な被害を受けた高知県は自衛隊に災害派遣出動を要請。自衛隊の迅速果敢な空陸一体の救援作業は被災者たちから深く感謝された。
8月28日、坂田防衛庁長官の招きで、シュレジンジャー、アメリカ国防長官が来日した。シュレジンジャー長官は29日、防衛庁を訪問。坂田長官とともに特別儀仗隊の栄誉礼を受けた。この後、両長官は日米防衛協力などの諸問題について会談した。9月2日、東京の石川島播磨重工で海上自衛隊の大型輸送艦2番艦の進水式が行われた。同艦は坂田長官によってオジカと命名され、2000トンの巨体は関係者の祝福を受けて無事進水を終えた。陸上自衛隊富士学校の総合火力展示演習が9月3日東富士演習場で、坂田長官をはじめ多数の関係者や外国武官および一般見学者およそ1万4000名の見守る中で行われた。自衛隊の火器などを一般に認識してもらうために行われるこの公開演習は、空に地上に凄まじい砲声の轟きを休むことなしに富士にこだまし続けた。たくましく明日を開こうを合言葉に、第30回国民体育大会夏季大会が9月14日から4日間三重県で開催された。通信班、レッカー班、救護班など自衛隊の心のこもった支援活動は、関係者や県民一同に深く感謝された。北部方面隊50年度師団対抗指揮所演習が9月16日から19日まで倉重北部方面総監の搭載により初秋の然別演習場で行われた。第2師団と第5師団の対抗で行われた演習は、作戦における師団司令部以下の指揮幕僚活動を総合的に演習する目的で行われ、隊員5600名が参加して実戦さながらの作戦を展開した。北部方面隊としては初めてコンピューターや VTR などを使用し、 CPX を科学的に運営して対空戦闘などの効果測定、近接戦闘などの結果予測、人員装備の損耗、射耗弾薬の把握を行い注目を集めた。9月27日から10月4日まで陸上自衛隊通信団の演習が岩手県盛岡市の岩手山演習場を中心に実施された。この演習は台風と大地震のダブルパンチで東北一帯が壊滅的打撃を受けたという想定のもとに、被災地と中央との間に通信組織を構成運営するために通信団の全組織を動員した大規模なもので、災害時における通信網の確保の重要性を改めて認識させた。
RF-86F に代わり、RF-4E 偵察機14機を装備した偵察航空隊は、10月1日、入間基地から百里基地へと移動した。10月5日、台風13号が東京とか八丈島に上陸。重軽傷80名、全半壊家屋2400戸に及ぶ著しい被害を出した。陸上自衛隊と航空自衛隊は直ちに呼応して災害派遣で出動した。倒壊校舎の取り壊し、道路の警戒、物資の輸送にと全力を挙げて救援活動に従事する自衛隊の力強い姿は、打ちひしがれた島民に勇気と感動を与えた。第4師団は10月13日から23日までの11日間、秋の色恋大分県比重台演習場で、海上自衛隊第一航空軍、航空自衛隊第5第6航空団、偵察航空隊などの協力を得て対空行動演習を行った。この演習は1年数ヶ月もの間、対空戦闘について検討を積み重ねてきた成果を問われるものとして注目されていた。演習部隊は第19普通科連隊が主力となり、これに第4戦車大隊、第4特科連隊の砲車火器、第2砲車団の砲区も加わり、隊員3200人、車両600両が参加して対空戦闘行動の成果を極めた。航空自衛隊では婦人自衛官教育隊を入間基地に新設した。10月1日、全国から選ばれた婦人自衛官の第1期生53名が入隊、教育を開始した。6月3日より6月6日まで、九州の大分、別府、各地区において、皇太子美智子妃殿下を迎えて、第1回極東南太平洋新勝者スポーツ大会が開かれた。競技に参加した国は18カ国、人員は180名に及び、このスポーツ大会には別府及び湯布院駐屯地の各部隊が支援人員220名、車両50両を持って支援に当たった。防衛大学校第23回開校記念祭は11月7、8、9の3日間、横須賀の走り水の道校で多彩な行事が盛大に繰り広げられた。開校記念祭は永年勤続者の表彰式、記念講演、研究室の公開、模擬戦などの学校行事、その他は学生行事として催され、明日の考察のテーマに取り組み、小原大賢治の心意気を示した。11月12日朝、海上自衛隊50年度の遠洋練習航海部隊が横須賀に4ヶ月半ぶり元気に帰国した。この航海部隊は6月20日日本を出発、カナダをはじめ7カ国を歴訪、およそ2万7000海里の超都の航海をした。所沢の米軍跡地に建設中の防衛医大は50年度分体育館兼講堂が完成した。
現在も工事中で52年度全面完成を目標として急ピッチで進められている。11月13日市ヶ谷駐屯地に防衛モニター15名が訪れた。防衛モニターは防衛と自衛隊についていろいろな意見を聞き、諸施策に反映しようと昭和49年度から始められた制度である。駐屯地内の各施設や武器などを見学したモニターは、隊内が明るく隊員も伸び伸びしている、実に気持ちがいいと感想を述べていた。49年5月起工の護衛艦熊野が11月19日日立造船舞鶴工場で完工した。長官代理として鮫島海上幕僚長が受領、その後自衛艦機の授与式が行われた。同艦は1530トン筑後型の10番艦で呉地方隊に編入された。12月26日防衛政務次官の離職認識が行われた。田辺前次官は離任挨拶の後栄誉礼に送られ退庁した。加藤陽三新次官が初都庁し幹部の挨拶を受けた。次官は坂田長官の良き補佐役としてその手腕が期待される。自衛隊創設を祝う50年度中央式典が11月2日朝霞訓練場で三木首相を迎えて行われた。中央式典会場には国会議員、在日外交官、一般招待者と入場者は2万7000人を超え、特設の見物席をうずめた。整列する部隊の巡閲の後、奉仕の精神を持って国民の支持を得ようと熱のこもった首相の訓示がなされた。続いて行われた観閲行進では、創設以来25年の成長した自衛隊を披露する堂々たる一大絵巻を繰り広げた。記念行事の一環として恒例の自衛隊音楽祭りが11月28、29日の2日間東京日本武道館で催された。陸海空の音楽隊をはじめ出演隊員2000人と部外からの参加者150人による和コードたちの熱気あふれるショーが展開された。会場を埋め尽くした観客たちは、次々と繰り広げられる隊員たちの見事な演技と音と色彩のハーモニーにすっかり魅了された。第17次南極観測支援のため砕氷艦富士が11月25日東京晴海から南極へ向かい出航した。奉仕の精神をもって国民の支持を得よと首相の述べた言葉通り、今年も自衛隊は国民のための自衛隊として充実した1年を終わったのである。